スフィンクスは猫の品種の一つ。無毛の猫として知られるが、全くの無毛ではなく、極めて短い産毛に覆われている。また、まばらに毛が生えている個体も存在する。ヒゲはない。かつてはカナディアンヘアレスとも呼ばれていた。平均体重は3.5から7キログラム。気質は陽気で活発であり、人懐濃く、社交的である。毛に覆われていないため、 暑さにも寒さにも弱く、室内で飼う必要がある。また皮脂を吸い取る紐がないので皮膚が油っぽくなりやすく、飼い主は毎日皮脂を拭き取ってやる必要がある。他の猫種では紐と皮膚に色のパターンが現れるが、この猫種では皮膚の色を直に確認できる。すべての色のパターンが認められる。体温が他の猫より摂取温度高い。 この猫種の起源は1966年でカナダのトロントにて家猫の突然変異により誕生。最初のスフィンクスはプルーンという名の,の猫であったがこの血統は途絶えた。現在アメリカ及びヨーロッパのスフィンクスは以下の2つの自然発生個体を起源とする。その後デボンレックスと交配され現在に至っている。現在異種交配種は レボンレックスのみが認められている。しかし、重大な歯の障害及び神経系の障害が発生する恐れがあり、ほとんどの団体ではこれを公認していない。ありがとうございます。